3番車千葉の和田健太郎選手です。さあ準決勝戦も野口選手との連携でしたけれど、改めていかがですか、ついてて。いや本当にもうこの新ルールになってもう本当に強いなの一言ですよね。まあ今日はしっかりと抜いてというところだったんですけれども、はい、前というのはどうでしたか。いやしっかり2周近く行ってるのに最後まで踏めてたんで、はい、すごいと思います。ご自身は状態としては。そうですね、昨日と今日と野口くんつけてもうつけさせてもらって、もう調子は悪くないと思います。さあそして決勝戦となります。改めて和田選手の位置、戦い方を教えてください。そうですね、また野口くんの番手に回りたいと思います。ちょっと直でスリというのもありそうですけれども、まあ、それはもう野口くんがやっぱり認められているということなんで、はい、僕はしっかり自分の位置を守りたいと思います。では最後に応援してくださるファンの皆様にメッセージお願いします。そうですね、難関でワンツースリー決まるように頑張ります。ぜひ車券を買ってください。よろしくお願いします。